ライアン・アンドルース・パイアーは、アメリカ合衆国圏タッキー州出身の元プロ野球選手。2001年にコロラド・ロッキーズに入団。2005年4月4日のサンディエゴ・パドレス戦でメジャーデビュー。2007年には当時ロッキーズに在籍した松井和夫らと共にワールドシリーズに出場。第1戦の5回裏、1から10と大量リードされ、なおも西満塁の場面で登板したが、 3連続押し出し支給を出し一試も取れず降板。ワールドシリーズの当番はこの1試合に終わり、ボストンレッドソックスに4連敗を喫した。2008年は開幕をメジャーで迎えるも3月29日にトリプル A 級コロラドスプリングスに降格し4月6日に再昇格。7月1日に再降格し11日に再昇格。 7月28日に再降格し8月20日に再昇格。さらに故障から復帰の際にテスト当番で数試合マイナーで投げたため、計4回デンバーとコロラドスプリングスを行き来し、最終的にメジャーでの自己最多当番数を記録したが、デンバーとコロラドスプリングスの間に位置するキャッスルロックに家を買おうかな、というジョークを残した。2009年12月11日に、 ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2010年は独立リーグであるアトランティックリーグのサザン・メリーランド・ブルー・クラブスでプレー。リリーフで56試合に登板し、3勝4敗、防御率3.36。2011年は楽天の久米島での春季キャンプにテスト生として参加し、2月16日に入団が発表された。 地震の影響で他の外国人選手が帰国する中、スパイアーだけは家族を説得して日本に残り、星野千一監督から人生をかけているし腹が座っとると評価された。開幕戦から抑えとして起用され、初登板初セーブを記録した。しかし、その後勝ちゲームを壊す機会が増え、抑えの座をダレルラズナーに譲った。11月22日に、 戦力外通告を受け、11月29日に自由、契約工事がなされた。小さな腕の振りの変速モーションから、平均球速89マイルパワー、最速94マイルパワーの癖のある速球と、スライダー、チェンジアップ、カーブを投げ分ける。右打者の外側へ投げるスライダーと強いシュート回転を、かけるシンカーを主体とするため右打者に強いが、 変速モーションからの癖玉をしたいとするため請求が定まらないことも多い。ありがとうございます。